はい、では授業始めましょうか。今夜何の話しましょうかね。ですね、先ほどスペイン語と中国語の練習やってたんで、そしてこの教育の話なんですけれども、やっぱりですね、フィリピンの場合だとこの、システムがあるんですからね、このシステムってなんだ、その例えばこういう、少数派ね、少数派は本当に能力あり金も、あるという、まあ、グループっていう、んですけども、そして、実はですね、こういうシステムとしてイタリア、イタリアとか スペインとかもほぼ同じシステムになってるわけですからね。つまりそのできる人、本当にできる人とか本当に金持ってる人たちとか、その少ない数になってるわけですからね。で、ある人は、じゃあアメリカもそうじゃないですか。そうですね、ある程度そういうシステムやってるんですからね、アメリカの場合はね。だからそのアメリカが促してるのは、そのやっぱそのできる人は多くなったら、もうほぼ同じになったら違いは何なんだってね。例えばたくさん能力持ってる人だったらば、結局じゃあみんなはそうなんだ、でじゃあ 何もできなくなるんじゃないですかね。そういう考えになってるわけですからね。だからこういう競争ってね、競争して結局その、中からもっと強いやつが出てくるわけですからね。そういうシステムになってるんですけどね。じゃあフィリピンとスペインとイタリアもそう、ほぼ同じシステム使ってるんだったらは、なんでフィリピン、例えばフィリピンの場合はそんな、結果になってないんですね。その結果ってなんだ、その例えば教育業界だったらばですね、ハーバードとか MIT とか、僕はこの技術に関係ある仕事とか、勉強もやってるんですからね。だから MIT 知ってるんですけど、まあハーバードだったらば、人たちはですね、フィリピンの、人たちもかなり知ってるんですよね。ただ、フィリピン大学だったらば、向こうよく知ってる人いるかな、そんなに多くないでしょう。で、スペインの大学とか、イタリアの大学とか、こっちもあんまり知らないでしょう。って言うんですけど、もう長い、長い間、ね、その学校も建てられてからね、もう何年世紀もね、その大学建てられて、そして、結果は何なんだね。こっちもあんまり知らなくなってるんですかね。で、向こうもね、フィリピンの大学、例えば、あんまり知らないと思いましたね。じゃあ、なんでアメリカの大学の名前とか、そういう、人気者になってる大学とか、あるいは、その、名前ある大学が、フィリピンの人たちもよく知ってんだよな。同じシステム。あるいはほぼ同じシステムだったらばね、まあそれを調べてみると、やっぱ中国からアメリカに行く学生たち、その本当に勉強したり仕事したり人ね、来るわけですからね。それでその必要な、仕事をやらせて、そしてその結果としてこういう出来事ができるわけですね。で、フィリピンの場合、そんなにたくさん中国の人が来るんですか？あんまり来ないでしょ。あんまり来ないでしょ。その働きに来る人たち としてね、その、大学に来て、で、働きに、来るわけですね。あんまりないでしょうね。で、スペインとかも、イタリアも、それ聞いたことあるかな？それも、あんまりないと思いますかね。その人たちはね、アメリカと比べるとね、だからそういうシステムの違いが出てくるわけですからね。それでその違いの、まあおかげで、そのハーバードとかの名前が、結構世間に知られてるわけですからね。
そういうことなんですけど、じゃあフィリピンの人たちはどうすればいいんだろうね。もしほぼ同じシステムになってるんだったら、何かの、変更とか何かの、改良ね、できるかね。で、例えばですね、僕が、こういう、そうだな、その違法入手する犯罪グループのことですね、よく言ってんですけど、なぜかというと少数派の中に、こういう人たちがいるわけですから、そしてこの人たちはあんまり勉強しなくて金あるね、あんまり仕事しなくて、あるいは全然仕事しないのに金あるね、金持ってる、そしてその金は金ない人を利用してるわけですからね、そして結局、その金はなくなるんですかね。自分は本当に何できるかね。だから、金使ってこの人と働けしてるね。で、その人が働いて、結局その持ってる金もなくなってるんですよね、本当に。そして、結局何をすればいいかというと、まあ、違法入手するわけですからね。つまり、政府に何も、ね、その金あげなくて、あるいは非常に少ない金あげて政府にね、でそれでだいぶ儲かるわけで、でその金がその金持ってない人はそのままになってるわけですからね、それは本当に今の、事情になってるんですからね。そして、じゃあそうだったらばどうすれば、じゃあこの違法入手する犯罪グループを潰すわけですからね。そうするとその本当に金ないのに、こういう勉強したり仕事したり人たちはこの、貧乏の生活から乗り越えるわけですからね。そういうことなんですからね。でなんでこういう話になったかというと、やっぱり、僕は先ほどこの、もう一つのクリニックに行ったんですからね。それは田舎にある、カインタリサーリのところに行ったんで、なぜかというとその目の、ことね、相談に行ったんですかね、その先生に相談に行ったんで、そして、こういうヘルスカードのことからね、ヘルスカードのことで、そういう、クリニックの、ユニットはね倒産されたんですからね。そのヘルスカードの方は、やっぱりその誰かの患者さんがそれを使う、まあ決定だったらば、自分としてどれぐらいかかるんですかね、その金が下ろすのはね。実はね、それは3ヶ月以内、3ヶ月後ね、3ヶ月後もらうわけですけれども、やっぱコロナ禍とかそういう、状態のせいで、もっと長く待たないといけないね。例えば6ヶ月で結局1年とかね、そういう状態になってるから、例えば、そしてもう一つはその、そのヘルスカードの会社とか事務所とかも倒産されちゃったりする場合もあるんですよね。なぜかというと、例えばあなたはそんなに病気してないのに、その普通はですね、そんなに病気してない、頻繁に病気してないのに、結局多くの人がね、多くの人がクリニックとか病院に来たりして、でその、ヘルスカードの会社の金はどんどん下がっていてなくなるわけですかね。倒産する、状態になっちゃって、でじゃあそれはまあ大変なんでしょうね。そしてなんでそういうことになってるかというと、まあそういう、そうだな、この金の話になっちゃうとね、金の話になっちゃうから、でその先ほど言ったのは、この多くの人はね、大半の人たちは金ないからこういう、システムね、ヘルスカードを使って、
病院とかクリニックに行くわけですからね。その例えば家族はね、一人は働いてる。で、働いてるんだったらば、ヘルスカード持ってるでしょ。で、そのヘルスカードは、その働いてない人たち、繋いでるからね。そして、その働いてない人たちは、じゃあ、なんか、感じてるからね。その悪い気分とか、じゃあ、クリニックに行こうかって言って、で、その人たちを頻繁になっていくと、そして働いてる人あんまりいないでしょ。あんまりいないんで、で、金は、どんどんなくなるわけですからね。じゃあなんでそんなに多くない、ね、その働いてる人が働いてる人ですかというと、やっぱその先ほど言ったように、まず金ないから、そして学校に行ってもその卒業してもね、これは公立大学とか公立学校とかね行っても結局そんなに金もらわないとか、あとこいつら仕事しなくて、勉強しなくて、金ある。ね。利用されちゃう。ね。利用されちゃったり。で、その、政府の税金ね。あんまり支払わない。あるいは全然支払わない。つまり、その政府の金は非常に少ないね。で、その、公立学校に行ってる人たちは、考えてるのは、金あんまりないから、この学校に、行かせる、ね、これ学校に行かせる、で徐々に、なんとか、ね、仕事を見つけるってわけですけれども、金が来ない、あんまり来ないからね、そういう問題になってるからね。で結局この違法入手する犯罪グループね、そういう問題ですよってね。金あるのに利用しすぎて金なくなってね。しかも政府の税金もあんまり、あるいは全然支払いしないからね。で、だいぶ儲かってる、方法は違法輸入ね、その執行品とか、それで続かせると、やっぱこのシステムってこういう問題は続ける見込みなんですからね。つまりどうすれば解決するかというと、この輸入する犯罪グループを、そう潰すわけですよね。はい、これはなくなったらね、この潰しちゃったらね、その下に、ある人というか、そのお金ない、あと能力もない人たちは本当に学校に行っても効果あるよって分かるようになるんですからね。で、そうすると仕事を見つける、金来るでしょ。能力を持つようになるからね。本当の能力ですね。例えば英語、あるいはスペイン語、日本語、こういう能力だったらばできるようになるんだ。そして金が来るでしょ。で、金持つようになって、その人たちも考えるようになるんですからね。金だけじゃないからね。金優先しなくて、他のことを考えないといけないですね。例えば、こういうことだったらば、上手に金もらうんだったらばね、どうすれば、年取ってこの金ね、まだ持つようになるかね、そういうことを考えちゃうでしょう。先ほど言ったのは、金優先してるのは、どうでもいいみたいなことになってるんですね。例えば、働く、ところがあるからあれば、じゃあ別にいくらもらってもそんなにね、ここに行けないからね。そういう考えになってる。それは優先してるわけですよ。他に優先してるわけですからね。能力あんまりなくて、とにかくこの会社受け入れるって、そういうところに行くというふうに考えちまうと、この状態ですね、あまり良くないですね。で、本当に能力を持つようになって、いいっていうか、その学校ね、学校に行って、能力を持つようになって、その、これはね、そのシステムの改良によってね、そして、この人は上手に金を持つようになるでしょう。で、そのお金は持つようになって、上手にね、この人たちも考えるようになるんですからね。どうすればこの持ってる金はもっと長くね持つようになるかね。で、結局考えてしまうのは、じゃあやっぱその持ってる金は投資ね、
投資というとその政府に投資するわけですかね。政府って誰の政府の何だろう、そのプロジェクトはね、例えばこの公立学校に行かせた人たち、公立学校に行かせた息子とか娘とか、まあその子供たちね、公立でしょ、公立学校でしょ、だから考えてしまうのは、じゃあやっぱ政府はなんかいいことやってんだね、であそこに投資しようか、投資しちゃって政府も上手に金持つようになるんでしょ、で持つようになって、じゃあこの公立学校が必要なものをあげようととか、できるようになるんでしょ、なんか開発するためにね、あるいはその道路のことね、道路のところも開発して、なぜかというと、例えば、この子供たちはここまで来るとやっぱ時間がかかるからね、例えばフィリピン大学までね時間がかかるから、じゃあどうすればその短くするかね、時間とか金になるわけですかね、その効果的だったらばですね、でそれだけじゃないですからね、その、果物とかこういう食べ物もね、その距離はですね、その、交通の距離は短くすると、じゃあ、この果物もこの食べ物もその値段もね、その物価も下がるわけですからね、そしてその人たちは結局いい生活できるようになるんですかね、それは政府のプロジェクトなんですからね、その短くするわけですからね、その、ここからあそこに行くとどうすれば短くする、時間と金のことですからね、じゃあそういうふうにみんなはね、みんなは、こういうなんだろう、その成功ね、成功を味わうことができるでしょう、そういうことなんですからね、つまり結局この違法入手する犯罪グループを、潰す、そういう、ことは必要となってるんですね、そういうことです、はい、では以上です、ここまで、お話し、させていただきましてありがとうございます。今夜もありがとうございます。